もう折れない、そんなデルガードに鎧を着せてさらにパワーアップさせてあげましょう。こちらの4つのパーツを使って装着をしていきましょう。今回ご紹介するのはウヌスプロダクトサービスさんからご提供いただいたスマートジャケットゼブラデルガード対応モデルでございます。以前クルトガ対応モデルのスマートジャケットを自分で購入してご紹介したんですけれども、そちらを紹介してからかなり売れ行きが上がったそうで、そのお礼として本当にありがたいんですけれども、ウヌスプロダクトサービスさんから商品をいろいろと送ってくださいました。まあ、時間があったら他のも紹介していこうかなと考えているんですけれども、とりあえず今日は以前 Amazon で売り切れてしまうほど反響があった鎧を着せるシリーズをやっていこうと思います。普段デルガードのシャーペンを使っている方は結構多くいらっしゃると思うんですけれども、これほどゴツゴツとした鎧のようなデルガードを使っている人は見たことがないんじゃないでしょうか。かなりゴツゴツとしていて、シャープ芯だけではなく軸まで絶対に折れないような頑丈さがありますよね。ではこちらの鎧のデザインについて詳しく見ていきましょう。ペン先とクリップ以外は全て鎧で覆いかぶさっています。何色のデルガードを購入したのかわからなくなってしまうほどスマートジャケットに染まっていますよね。見慣れていたデルガードと比べてみると最初は違和感があるかなっていうふうに思ったんですけれども、軸全体を覆いかぶせるというアイデアが本当に面白いです。元が細い軸のシャーペンでなければできないことだと思いますね。こちらの金属はアルミニウムが使われています。もともとは加工がしやすい真鍮を使おうという案が企画の段階で出ていたらしいんですけれども、アルミより3倍も比重が大きい真鍮を使用するとめちゃくちゃ重くなってしまうということで、加工が難しいアルミニウムをあえて使用して軽量化を図っています。なのでコストはある程度かかっていて、値段は1850円となっています。デルガードの本体は Amazon だと300円で購入することができるので、本体の6倍以上もする鎧ということで、なんだか不思議な感覚になってしまいます。50万円のスマホケースみたいな感覚ですね。これほどゴツゴツとしている割には持ってみるとそんなに重量感を感じないというのがこちらのスマートジャケットのすごいところです。ただデルガードの本体は 10g なのに対して、装着をすることで本体を合わせて 22g になるので、重く感じる人は重く感じるかもしれないです。ただ個人的には書いていて疲れにくいという点では 20g 前後のペンが一番バランスがいい重量だと思っているので、太くてがっしりとしたペンを使う機会が多い方にとってはすごく使いやすいんじゃないかなと思いました。グリップの部分は等間隔にローレット加工が施されています。ウヌスプロダクトサービスさんのローレット加工って結構独特な触り心地で、他のメーカーにはない触り心地となっています。グリップがギザギザとしていて握ると痛いんじゃないかと思いそうなんですけれども、ローレット加工のギザギザは先端があまり尖っていなくて平らになっているので、触っていても痛くなりにくい加工で、なおかつグリップ性能も優れているので、本当にがっしりと握れるようなグリップだなと思いました。アルミニウムの上には塗装ではなくてアルマイトのコーティングで表面を保護しているので、傷つきやすいアルミなんですけれども、傷や摩耗に対して強くなっているっていうだけではなくて、独特の金属感というのを感じることができます。マットの塗装とは全くの別物だと思っていただければと思うんですけれども、絶妙な艶消し感だったり光沢感っていうのがたまらなくかっこいいです。純正のキャップを使用することもできるんですけれども、キャップまでしっかりと用意されているという徹底ぶりでございます。実はシルバーのカラーもいただいていて、そちらの方を着せてみるとどんな感じになるのか見ていきましょう。シルバーのカラーもアルミの上にアルマイト加工が施されていて、艶消しの質感となっているので、非常に金属感を感じますね。どちらかというとシルバーの方は無機質な感じで、これはこれでかっこいいです。完全に好みだとは思いますが、自分の場合はブラックの方が鎧っていう感じがして好きですね。2つ買えばこのようにツートンカラーにすることも可能です。先ほどの無機質でクールな感じとは一風変わって、アクセントの効いたおしゃれなカラーリングとなっています。個人的にはこれは結構ありだなというふうに思いました。
現行のデルガードで最も太いのがタイプ GR なんですけれども、どちらも13ミリ前後の太さなのでほぼ同じような太さとなっています。若干タイプ GR の方が太いんですけれども、持ってみた感じとしてはかなり似ていますね。軽くて吸着力のあるラバーグリップ、クールで重厚感のあるスマートジャケットは両者ともになかなか比較の違いがありそうです。軸とジャケットの隙間が生じないようにギリギリを突き詰めた寸法にしているので、振った時に振動とかカタカタっていう音は全く生じないようになっています。自分は結構そういうところが気になる人なので、筆記振動を抑えられたボディというのはかなり高評価でございます。では実際に書いていきましょう。見た目通りでかなり安定感が増しましたね。従来のデルガードは樹脂の軸なのでボディ剛性は結構低いんですよね。スマートジャケットをつけることで頑丈なアルミボディによってボディ剛性が格段に上がったっていうのが書いてみてすぐに実感できました。ボディはかなりがっしりと握れるので、いつものデルガードよりも結構筆圧が強くなりやすいです。なので先端のデルガードシステムという折れない機能によってふわふわ感が感じやすいんですけれども、そのふわふわ感っていうのをうまくがっしりとした軸でカバーしているんじゃないかなって思います。がっしりと持てて自らの重量で力を入れることなく書くことができるので、長い間疲れずに書きたいという方はスマートジャケットをつけることをお勧めします。普通のデルガードの重量は 10g と非常に軽くて取り回しに優れているので、早く書きたいという方は普通のデルガードをお勧めしたいなと思います。ちょっといいお値段がするんですけれども、 Amazon の URL を動画説明欄に貼っておくので、気になった方はそちらの方からぜひチェックしていただければと思います。最後にちょっと気になった点だけご紹介して終わろうかなと思います。まずはスマートジャケットをつけることで本体はほぼ確実に傷つきますね。かなり慎重に取り付けたつもりなんですけれども、思った以上に傷が入ってしまったので実は結構ショックを受けています。例えばミッキーの柄とかが描かれたデルガードとか、本体に傷をつけずに大切に使っていきたいと考えている方にとってはおすすめできないかなと思います。改善策としては傷つくものと割り切って使用するか、1本300円で Amazon で買うことができるので、スマートジャケット専用のデルガードを別で購入するのがいいかと思います。あとはアルミという素材が柔らかくて非常に傷がつきやすい素材なので、こちらのようにへこみがあったり、実は最初に送っていただいたものはローレット加工に打痕傷がついていて不良品ということで取り替えていただきました。アルミという素材の特性上そういうところはどうしてもあると思うので、まあ、普段は検品をしているそうなんですけれども、まあ、その点も購入される際は頭の片隅に入れていただければと思います。ということで今日はスマートジャケットの紹介でした。最後に高評価のワンクリックが自分にとってだいぶ励みになっているので、ぜひポチッと高評価ボタンを押していただけますと嬉しいです。文房具の魅力をもっともっと広めていこうと考えているので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。